皆さんこんにちは、こんばんは、ニコラスたけしです。2024シーズンポジション別ランキング最終回でございます。今回はセンター編。今年のシリーズ、ポイントガードからパワーフォワードまでいろいろ物議を醸しているのかどうかは知らないけれども、ランキングをしました。ごめんなさい、今の下りパワーフォワード編が出る前に撮影してたんで、もう今ではどう考えても物議醸しましたね。すいませんでした。そして今日、今年のポジションランキングの結末でございます。とまあそれっぽいこと言ってみましたが、それ以上言うことはないので進みましょう。今回は現役センタートップ10をランキングしていきたいと思います。評価基準はいつも通り実力ではなく今季の活躍で、最低41試合以上出場している必要があります。ちなみにこれ補足なんですけども、レギュラーシーズンプラスプレーオフで41試合なので、レギュラーシーズン30試合とかでもプレーオフで15試合ぐらい出れば一応ちゃんとカウントします。まあ、ただ試合数は評価に入ります。なのでプレーオフ入れないと41試合到達しない選手は多分評価低くなりますよね、エンビードさん。で基本はレギュラーシーズン基準で、プレーオフで活躍をすれば評価は上がります。ただプレーオフでこけても評価はマイナスにはしません。でポジションは僕が勝手に選んでます。第10位、ジャレット・アレン。まず今回アルペレン・シェン軍とめちゃくちゃ迷いました。実力で言えばまず間違いなくシェン軍の方が上。ただまず第一にディフェンス力に大きな差があるので、数字ほど大きな差ではないという点。次に快進撃を続けていた時のキャバリアーズのジャレット・アレンの個人としてのヤバさ、モブリー、ガーランド、ミッチェルをはじめとして怪我に泣かされたキャバリアーズの勝率の高さ、そして、まあ、これが一番重要なんだけど、アルペレン・シェン軍が63試合、ジャレット・アレンが77試合と14試合差があるという点。これらを踏まえて今回はアレンを上にしました。まあ、ただどう考えてもシェン軍の方が上だって人がいたら、まあ否定はしない。この評価基準だと個人的にアレンの方が上だと思っただけ。まあ、選手としてはマジで NBA でもトップクラスの過小評価されたセンターではある。シーズン平均 16.5 得点、 10.5 リバウンド、 2.7 アシスト、 1.1 ブロック、まあ、フィニッシュ力も高く 63% のシュート効率、もともと高いディフェンス力とリムランとしての能力を兼ね備えたセンターではあったのですが、今シーズンはその上でパスがめちゃくちゃ上手くなり、キャバリアーズのオフェンスにとって欠かせない選手に成長。でもってディフェンス力も相変わらず非常に高く、 DPOI 票もちょっとだけ入ってます。いや本当にみんな怪我してた時期に勝ちまくったキャブズにおいてのジャレット・アレンはマジで輝いてた。ミドルも打ってたし、気づかれないうちに大きく成長した選手ではある。平均得点とアシストもキャリアハイだから、まあシェン軍の方が強いは強いけど、ジャレット・アレン今季に関して言えば第10位に入れていいのかなと。まあ、プレーオフでは残念ながらオーランドマジック相手に怪我をしてしまい、ボストン相手にも戦えなかったのですが、正直ジャレット・アレンがいたらボストン・セルティックスに勝てたと僕は思ってます。それは嘘、勝てるわけなかったんだけど、まあでも見たかったのは事実。第9位、クリスタプス・ポルジンギス。とりあえずニックスファンとダラスファンは目をつむった方がいいかもしれません。ウィザーズファンは別にそんなにトラウマになってる人いなさそうだからいいや。でポルジンギスなんですけども、まあ、こちらも少し扱いが難しい選手ではあります。まあ、でもこの辺が妥当なラインじゃないかなと。ボストンセルティックスのスタメンセンターとしてホワイト、ホリデー、ブラウン、テイタムと共にプレーした選手、これで5人とも今シーズンのポジションランキングにランクインしてます。でポルジンギスは一応平均得点で見れば3番手として活躍し、シーズン平均 20.1 得点、 7.2 リバウンド、2アシスト、 1.9 ブロック、 52-38-86 のシュート効率、そしてもちろんボストンセルティックス64勝と最高レーティングと優勝、ファイナルでもいい活躍もしてて、ボストンの強い選手ランキングで言えば1位とかではないけど、ボストンがチート級に強かった大きな理由ではあった。まあ、その辺がプラスですよね。64勝して優勝したチームのエースセンターとして平均20得点、ディフェンスでも貢献、スリーもガンガン打って出てる間のインパクトはかなり高かった。まあ、だから正直もうちょい順位高くしても良かったと思うんだけど、じゃあなんでちょっと下げたかっていうと、マイナスなところもある。レギュラーシーズンでは57試合しか出てないし、まあ、だとしても優勝補正でもうちょい高くするべきだろうって意見もあるかもしれませんが、彼2回戦と3回戦まるまる欠場してて、ファイナルも5分の3しか出てない。チーム全体で見れば19試合戦ったのに、ポルジンギス自身は7試合しかプレーオフ出てないんですよ。しかもうち2つは20分以下、まあ、なので優勝補正なくはないけど、これ以上はきついのかなっていうところがあった。とはいえそのサイズとシュート力およびディフェンス力はボストンセルティックスのラインナップを完成させる存在でしたし、彼がいなかったら優勝ができなかったかって言われるとちょっと分かんないけど、彼のおかげでその道はかなり楽になったっていう部分はあると思う。第8位、ジョエル・エンビード。
いや今回一番扱いに困りましたよ。正直出てた試合に関して言えば今シーズンエンビードは1位狙えたと思う。まあそうじゃなくても2位、マジでえげつなかった。ただ試合数がねめちゃくちゃ少なくて39試合、そもそも足りてんのかってところではあるんだけど、まあ、冒頭でも言った通りプレーオフ含めて41試合なんで、6試合プレーオフ出たエンビードは45試合で超ギリギリ入ってます。ちなみにこれエンビードを入れるために無理やり作ったルールではなく、昔ケビン・デュラントでも同じことをやってます、まあ、とりあえず出てた時の話をすると、シーズン平均 34.7 得点、11リバウンド、 5.6 アシスト、 1.2 スティール、 1.7 ブロック、 53-39-88 のシュート効率、これ全部 33.6 分の出場分数でやってます。分数よりも平均得点高い。39試合とはいえルカ・ドンチッチよりも平均得点高く、非公式の得点王ですし、なんかねもうこう正直出てた間のエンビードに関して言えば、もう火の打ちどころのないどころかドン引きするレベルの選手。得点ももちろん、アシストもキャリアハイだし、ディフェンスできます、リバウンド取れます、パスめっちゃうまいです、でもリーグ最強のスコアラーです。なんだこいつ。本当に怪我なくあの活躍を続けてたら MVP だったと思う。プレーオフでも第1回戦で敗退するものの、自身は平均33得点をマーク。ゲーム3では足を引きずりながら50得点を残し、その勇姿を見せつけました。いや本当に出てる間はマジ全選手ナンバーワン狙えたと思うぐらい今シーズンは良かった。だからこそ39試合、プレーオフ6試合、合計45試合、この点だけなんですよ。まあただ逆に言えば45試合しか出てないのに第8位に入ってるのはバケモンなんですけどね。まあとにかく怪我なく過ごしてほしかったなっていうのが感想。まあ来シーズンポール・ジョージも加え、大改革を行ったセブンシクサーズ、果たしてエンビードを中心にした彼らは優勝できるのか大注目でございます。第7位チェット・ホルムグレン。ルーキーがトップ10入るなんて普通はないですからね。僕が覚えてる限りだと最後にやったのがルーキーのルカ・ドンチッチだった気がする。まあ、ちょっと今年はチェットよりやばいやつが一人いるんだけど置いといて、まあ、それでもルーキーのチェットが入ったのは半端ない。まあ、正直ね、動画作る前は、まあ、こんなチェットみたいな若造がエンビードとかアレンとかシェングンとかそれこそマイルズ・ターナーとかよりも上にしてたまるかって思ってたんですよ。で記録見たんですよ。やばかった。これはトップ10だわって思いました。まあエンビードに関しては上にしてもいいと思うんだけど、倍以上の試合数出てるんで、まあ、エンビードの方が出てる間ははるかに強いけど、まあチェットでいいかなっていう感じ。ホルムグレンシーズン平均 16.5 得点、 7.9 リバウンド、 2.4 アシスト、 2.3 ブロック、 53-37-79 のシュート効率、3は4本以上打ってます。いや期待されていた通り、スキルフルでなおかつディフェンス力の高い、線は細いけど強力なビッグマン。得点面では中でも得点できるし、ハンドリングもあって、で今言った通り3ポイントシュートもガンガン打てる、でリバウンドも取って、アシストも悪くない、そしてディフェンスではトップクラスのリムプロテクターとして平均2.3 ブロック。いや確かにフィジカルでボコボコにされてるところはありますけど、大体そういう時ってフィジカルで負けて、その他全てのバスケの項目において勝ってることが多かった。フィジカル以外は相手を圧倒できる存在、正直1年目とは思えないぐらい強かった。実際シーズンの前半は某宇宙人を抑えてルーキーオブザイヤーに輝いていた選手、まあ、最終的にはもうぶっちぎりで抜かれましたけど、だからといってチェットがすごくないわけではない。あのバケモンと競ってたのがすごい。まあもろもろ考慮して、もちろん実力も高いんですけども、何より高く評価してるのが82試合がっつり出場した点、そして OKC が第1シードをもぎ取ったという点、第1シードで大きく貢献したルーキーセンター、これも高く評価するしかないでしょう。まあ、プレーオフでは3が全然入んなくなっちゃったりしましたけど、それでもブロックとか残してましたし、まず間違いなく今後が怖すぎるチームでもあるし、今後が怖すぎる選手でもある。第6位ルディ・ゴベア。もう典型的なゴベアシーズンって感覚がちょっとあります。過去にはユタジャズで3回の DPOI を受賞したルディ・ゴベア、昨年度ダウンイヤーを経験したゴベアは今シーズンディフェンシブアンカーとして帰ってきました。シーズン平均14得点、 12.9 リバウンド、1.3 アシスト、 2.1 ブロック、 66-64 のシュート効率、まあ、今シーズンのミネソタ・ティンバウルブズのディフェンスは歴代レベルに素晴らしいものではあった。もちろんそれはアンソニー・エドワーズやジェイデン・マクダニエルズのウィングディフェンスもそうだし、マイク・コンニーだって年齢重なってるとはいえ悪くないし、カール・アンソニー・タウンズもでかい、ベンチからも素晴らしいディフェンダーがいて、総合値素晴らしいディフェンスだったからってのはあるんだけど、そのアンカーはまず間違いなくゴベア。圧倒的なディフェンスのアドバンストスタッツを残し、歴代レベルのディフェンスの歴代レベルに重要な選手として活躍。結果某宇宙人を抑えて DPOI 投票では1位、自身4度目の受賞。これはベン・ウォレスやディケンベ・ムトンボと並んで歴代1位タイの数字。そしてチームは大躍進を遂げ、レギュラーシーズンでは56勝26敗で3位の勝率をマーク。プレーオフではまずフェニックスサンズをボコボコにした後、第7戦でなんと昨年度王者のデンバーナゲッツを撃破、まあ、カンファレンスファイナルでダラスマーベリックスに負けるものの、ゴベアの存在感は確実にありました。
何かとヘイトたまりがちな選手ではありますし、最近もなんかいろいろと言われてますけど、じゃあ DPOY 取ってレギュラーシーズン高い勝率を残したミネソタにおいてのアンカーを張ったゴベアを強化するべきではないのかと言われたら、そういう話では絶対にないし、ゴベアはちゃんと第6位の座をもぎ取ったと思ってます。第5位、ヴィクター・ウェンバンヤマー。例の宇宙人ことウェンバンヤマです。確かに DPOI 取ったのはゴベアなんですけども、ただ個人レベルでの守備は上だって人も多いですし、そして個人レベルで言えばオフェンス力もゴベアより上、チームの順位を考慮してゴベアを選ぶ場合も個人的に反対はしませんが、僕はウェンバンヤマ。シーズン平均 21.4 得点、 10.6 リバウンド、 3.9 アシスト、 1.2 スティール、 3.6 ブロック、 47-32-80 のシュート効率。1点ネガティブなことから言うと、シュート効率はそんなに良くないよね。特にセンターってことを考えると3多いとはいえ、もうちょい効率的なスコアリングはしてほしい。さて、褒め褒めタイムに入るんだけど、224cmの選手ながらスキルフルでドリブルもできる、フィニッシュ力もある。それでも得点も平均20以上残してますし、リバウンドもちゃんと初年度から11リバウンド近く取って、パスも出せます、4アシスト近く取ってます。そしてディフェンスはもう言わずもかな、 1.2 スティールってそれだけで普通にいいのに、同時に 3.6 ブロック、スティールとブロックを足した数字はぶっちぎりでリーグ1位。 3.6 ブロックはもちろんブロック王、その活躍が認められ、 DPOI 投票ではゴベアに次いで2位。これチームのディフェンスが21位とかだから、票集まりづらいのに2位になってるのは半端ない。でもちろんオールディフェンシブファーストチームだし、もちろん新人王も受賞。期待通りの、いや期待以上のルーキーシーズンを過ごしました。ちなみに今言ったスタッツ全部30分以内の出場分数でやってます。チームは弱かったし、プレーオフ出れたわけでもない。だからこれ以上話すことは特にないんだけど、ちょっと今後20年間のリーグ、彼が恐ろしすぎる部分はありますよね。正直、シーズンの前半ちょっとスロースタートだったから第5位だけど、シーズン後半の活躍がずっと続いてた場合、それだけでぶっちゃけ3位とか2位とか狙えるレベルだったと思う。それぐらいウェンビーはレベル高かった。第4位、バムアデバヨ。これ余談なんですけど、バムとウェンビーの順位めちゃくちゃ迷ったんですよ。なぜなら土着素状況が似てる。共にオールディフェンシブファーストチームで、ウェンビーが DPOI 2位、バムアデバヨが3位。平均得点もウェンバンヤマの方が2点高い。それだけ。リバウンドも 0.2 ウェンバンヤマが高い。アシストに関しては全く一緒。出場試合数も71と全く一緒。だから似たようなスタッツを残してて、しかも2人ともリーグ最強のディフェンダーの座を争ってる。マジで似てるんですけども、今回はシュート効率、それとチームの勝率を考慮してバムを上にしました。シーズン平均 19.3 得点、 10.4 リバウンド、 3.9 アシスト、 1.1 スティール、 52-36-76 のシュート効率。いやバムはね、今シーズンまだ少ないとはいえ3も打ち始めて 36% で決めてますし、まだまだ進化してる。で相変わらずパスもセンターの中では非常に上手な部類だし、リバウンドも取れて、得点力も昨年度と同じく平均20得点近い数字をマークし、そしてディフェンスではスイッチ力を生かした最強格のディフェンダーとして活躍。個人的にはナンバーワンはメンバーヤマだと思うけど、時点でバムアデバヨだと思う。それぐらいいいディフェンダー。もうね、結構何年間もトップクラスのセンターとして活躍してて、こうヨキッチ、エンビードとかではないけど、だいたい3位か4位を争ってる選手ではある。そしてそれは今年も変わらず。でマイアミは第8シードとしてプレーオフに臨み、バトラーが欠場してしまったため、さすがにその状態でボストンに勝つのは不可能ではありましたが、それでも一応ボストン相手の5試合で平均23得点をマーク、悪くはなかった。特にそれ以上特筆すべき点はありませんが、実は来年ちょっとだけブレイクすることを期待してます。トップ3に入る前に惜しくも枠の紹介です。まずは先ほども話した通り、出てる間で言えば確実にトップ10レベルだったアルペレン・シェングン。同じくジャレット・アレンとアルペレン・シェングンとめちゃくちゃ迷ったマイルズ・ターナー。メンフィス弱くて試合数少なかったからランク外だったけど強かったジャレン・ジャクソン・ジュニア。試合数少なかったけど若くていい活躍を見せたジェイレン・デュレン。これも試合数少なくて入れなかったけどシーズンの途中ドミネイトになったデアンドレ・エイトン。シンプル惜しかったブルック・ロペス。そして同じくシンプルに惜しかったニック・クラクストン。今回は彼らが惜しかったです。第3位、ドマンタス・サボニス。ウェンビーとかバムアデバヨとかの方が上だろっていう意見もわからなくはない。特にディフェンスを考慮したら、ただ個人的には迷ったのであればオール NBA ベースだろということで今回サボニスを選びました。確かにディフェンス力むちゃくちゃ高いわけではない。特にバム、ウェンビーと比べたら低いが、ちょっと一回スタッツ読み上げるんで聞いててください。平均 19.4 得点、 13.7 リバウンド、 8.2 アシスト、 59-38-70 のシュート効率。まず 19.4 得点も全然いい数字ですよね。普通にセンターからそんぐらいの得点してくれたら十分で、 13.7 リバウンド、これリーグ1位、今季のリバウンド王です。
そして 8.2 アシスト。もう一回言うけど彼センターですよ。センターなのに平均アシストリーグ6位、バンブリートとかカニンガムより多い、まあ、とにかくスタットシート埋めてましたよね。効率よく得点を重ねてリバウンドもぎ取ってアシスト稼ぎまくって、そして何より82試合がっつり出場、フルコンボだどん。おかげで合計リバウンドは1120でルディ・ゴベアに138の差をつけてリーグ1位。まあ、残念ながらプレーオフには出ることはできませんでしたが、それでもサボニスの個人の活躍は非常に高かったですし、 MVP 投票では8位、そしてオール NBA サードチームにも選出されてます。オールスター選ばれてないのがマジでやばい。まあ、来年デマーデローザンも来ましたし、キングズがどうなるのか楽しみに待ってます。第2位、アンソニー・デイビス。何かと今シーズン期待に添えなかった感覚がちょっとだけあるロサンゼルスレイカーズ。ただ一つってか二つ言えることは、レブロン・ジェームズとアンソニー・デイビスはやっぱ個人ではバケモンでした。まあ、今シーズンは76試合がっつり出て、シーズン平均 24.7 得点、12.6 リバウンド、3.5 アシスト、1.2 スティール、2.3 ブロック。いや、いいですね、このスタッツ。まあ、普通に特になんだろう、特筆すべき点ないっていうか、単純に最強格のオフェンシブセンターで最強格のディフェンシブセンター。得点面でもちゃんとスキルとフィジカルを使って25得点稼ぎ、リバウンドもリーグ4位の数字、アシストも 3.5 アシストとかなり稼いでますし、ディフェンス力は相変わらずトップクラス。ウェンビー・バムと争える数少ないディフェンダー。正直火の打ちどころがない、まあ、怪我しがちってのも今シーズンはなかったし、まあ、隅かっこ定期って話にはなってしまうんですけども、ちゃんとアンソニー・デイビス基準でも素晴らしいシーズンだったと思う。マジでタレントとしてはトップクラス、今シーズンのレイカーズのベストプレイヤーだったと思うし、実際その活躍が認められ、オールスターはもちろんオール NBA セカンドチーム、そしてオールディフェンシブファーストチーム、そして DPOI 投票では4位。いや、まあ、マジで言うことなしだと思う。まあ、第1回戦もちろんね、デンバーナゲッツ相手にレイカーズはボコされましたが、 AD 自身は5試合で平均28得点16リバウンド4アシスト、素晴らしい数字をマーク。まあ、エンビードが怪我してなければ、さすがにエンビードの方が上だったとは思いつつ、それ以外でアンソニー・デイビスと2位争いできたセンターはいません。明確なナンバー2、マジで素晴らしい選手。まあ、ただやっぱ明確なナンバー1に今季は負けてますよね。まあ、じゃあその明確なナンバー1は一体誰なのか。まあ、このくだりもくどいような気はしますが、第1位ゴガピタズデ。真面目にやります。第1位ニコラヨキッチ。まあ、他に誰がいるんだと。今年も安定して最強、多分現役最強の選手。これで6年連続僕のナンバーワンセンター。ポジション1位の回数で言えば、多分ヨキッチはニコラス・タケシが始めてからはナンバーワン。まあ、過去に2回の MVP を受賞していたヨキッチなんですけども、今シーズン自身3度目となる MVP を受賞。シーズン平均 26.4 得点、 12.4 リバウンド、9アシスト、 1.4 スティール、 58-36-82。 MVP はもちろんオール NBA ファーストチーム、オールスターにも選ばれてます。あとクラッチプレイヤーオブザイヤー4位。いや、今更説明必要か。リーグトップクラスのスコアラーで、ポストでは誰も止められなくて、しかもスリーも打てちゃう。わけわからんタフショットも決めるし、まあ、得点面で止めらんないのに、パスは多分センターどころか NBA で一番うまい。平均アシストリーグ3位だし、でリバウンドも平均3位、ディフェンス力もまあオールディフェンシブ級とかではないけれども悪くはない。スティールも稼いでるし、フィジカルをうまく使ってる印象はある。まあ、サボニスと同じくウェンビー、 AD、 バムと比べたらめっちゃ低いけど、まあ、普通に見たらそんなに悪くない、まあ、なのでそんなに悪くないディフェンスプラスリーグ最強のオフェンス、そして勝つ力、まあ、言うことないですね正直。何センターなのに9アシストって。でプレーオフでも残念ながら接戦でミネソタ相手に敗退はしますが、プレーオフ12試合個人で言えば文句のつけどころのない活躍。 28.7 得点、 13.4 リバウンド、 8.4 アシスト、 1.4 スティール、まあ、3がもうちょい入ってればなってぐらい、ほんとスパコンみたいな処理能力でオフェンスをゲームメイクして、しかもフィジカルが強くて中で止められなくて止めようがありません。だから個人的には現役最強のセンターだし、現役最強の選手だから、まあ当たり前ですがここでもナンバーワン。いかがだったでしょうか。これにて2024年版ポジションランキングはおしまいでございます。まあマジでエンビードが怪我してなかったらどうなってたのか見てみたいって気持ちはすごく強いんですけども、まあ残念ながらそれが起きなかったため、ヨキッチが6年目に突入しました。はい、そんな感じです。このチャンネルでは NBA のランキングなどを取り扱っております。これを見ているあなたが NBA ファンだったりバスケファンだったりしたら、ぜひチャンネル登録お願いします。もろもろ Twitter とかいろいろ概要欄あるんで、ぜひチェックしてみてください。グッズとかもあるよ。皆さん、今回はそれだけです。今回も見に来てくれて本当にありがとうございます。それでは See you next time.